今日8月11日は今年から国民の祝日になった山の日です。関西でもこの日にちなんでさまざまなイベントが開かれました。初めての山の日、大勢の山を愛する方がイベントに参加しています。ここは神戸市の摩耶山、標高およそ700メートルの山頂に登山ファンが集まりました。今年から新たな国民の祝日となった山の日、山に親しみ山の恵みに感謝する日として制定されました。摩耶山では山好きたちが山の日を盛り上げます。楽しかった。コンクリートジャングルの中にいるんで、やっぱりこういうところでリフレッシュしたいですね。